今日もやっていこう。前回ゲームオーバーになったんですが、なんかまだ続きができるみたいなんでやっていきましょう。いきなりすげえ絵面から始まったな。これ全部イベルタルのパワー強すぎない？いくらなんでも。なんかあれみたいになってる。名前が出てこねえ。あのさ、オンミョーンってやつ。なんだっけあいつ。名前マジ忘れちゃったな。オンミョーン。あれ？何様しょ？これは世界が闇に覆われた的なあれですかね。この花のせいで。お前、近所の人たちにマジ蹴られるぞ。アバゴーロとか。世界にいる全てのポケモンに次ぐ。我はイベルタルですな。我こそが破壊衆ですな。ポケモンの神ですぞ。破壊衆。マジでヤーティー氏みたいになってんじゃねえか。ポケモンの神だと。まあ、お前らは多分イベルタルに勝てないから、何言われても仕方ないわ。それを証明してみせますな。これから世界中のすべてのポケモンを虚無にしますぞ。すべてのポケモンのエネルギーを奪っていくんですな。なんて恐ろしいやけもんだ。逃れることはもはや不可能ですぞ。ペア。なんだこのサイドンたちは。この世界のどこにいようと、地の果てに逃げようと、時はの森っぽいのあったな。必ず追い詰め、虚無に変えるんですな。そのこと、今から覚悟しておくがいいですな。すげえな、こいつら。おアルセウスさん、お前なら勝てるだろ、多分。お前何ボケっとしてんだ、アルセウス。お前ならなんとかできんだろ。戦ってこいよ、アルセウス。どうすんだ、この絶望的な状況。まさかラスボスかわからんけど。ボスがヤーティー神とは。こうしてイベルタルやこの花たちによる石化攻撃が始まりました。イベルタルとさ、この花の差がありすぎじゃない？これ石に変えてどうしたいんだろうね。エネルギーをもらうみたいな感じなんかな。数日後、ここ天啓山の頂上では。かわいそうに。お、グラチュー死にかけてんな。でもあれか、調査団のメンバーは絶滅したわけじゃない。泉枯れ果ててるじゃん。マジかよ。光の水は全部吸い取られちゃったんだね。グラチューが鍵だったとは。やれやれ。私としたことがこのアンポンタン。まあ、なんかアンポンタンのことばっかしてるけどな。遺跡調査に向かったメンバーも連絡が取れない。石にされたと見ていいだろうね。え、結局じゃああれ、オーベムたちは悪いやつだったのか。オーベムだっけ。あいつらがなんかこの花を追ってるかと思ったけど、なんか違うっぽいな。調査団で残ったのは多分僕たちだけだ。ガサ。ヤスパーさん。みんな、村も全滅したの？残ったのは私だけ？一体どうしたら。ヤスパーにも感情あったんだな。なんとかしますよ。ニャスパーがテレパシー送ったな。こいつは結構冷静なキャラで、なかなかの強キャラですからね。やっぱニャスパーすげえよな、こいつ。やっぱその辺のガキとは違うわ。でも電流だったらイベルタに勝てそうだけどね。タイプ相性的には。こいつ耐久もまあまああるし。だからイベルタでも化け物耐久してるからな。2回殴られて終わるかもしんね。ニャスパー、君にも手伝ってもらえますか。お、これニャスパー、仲間入りかね。これからニャスパを主人公として頑張っていこう。チャンスは必ず来ます。ほう、ジラーチャーちょっとな、なかなか強いポケモンだけどイベルタルには勝てなそうですね。イベルタルって結構なんだろう、禁電キラーみたいなところあるからな。だから禁電は大体負ける。もう虚無の世界。悲しすぎるでしょ。チャプター17、虚無の世界。グラチュー、どうした？ん？なんだここは。あ、これなんか精神世界みたいな感じかな。これが虚無の世界なのか。あ、グラチュー、さ、石にされたはずなのでは。うわ、グラチュー見てよ。なんだ、すげえ恐ろしい世界だな。なんか怖いよー。なんだかやたらおっからなそうなところだね。うん、確かに。この花さんに3つけんな、あんなやつに。ここは何なんだろう。
真された後の世界ってこと、ここわからないけど、もしそうだとしてアーキンはどうなっているんだろう。そうだな、ライコウやスイ君、ワレビはどうでもいいか。あいつ悪いやつだったんだね。俺は最初から疑ってたけどな、なんか怪しかったもん、あいつ。お、3をつけるのやめたな。さすがゼネガミ、分かってんじゃねえか。頭が回らないよ。どうしたらいいんだろうね。心折れてんじゃん。とにかく今はここから出る方法を探さないと。さあ諦めんな、希望を持たないと。どんな時でも、なぜかこのボックスがあるのが面白いな。これは現実世界とリンクしてるんですかね。してるっぽいな。これリンゴ売りてえんだけど、これ。でもこれさ、ダンジョン行くから多分売れないんだろうな。まあ、一応預けとくか、こんないらないし。その辺はカットしよう。なんかすげえホラーな BGM なんだけど。とりあえず2画面もビビるのは無理ないな。どっちだこれ。先が岩で閉ざされている。こっちから進め取りないな。こっちか。どっちが正解か分かんなかった。これはな、ゼニガメちょっと押せるな、こういう風に。ここ落とせないから、ゼニガメのこと。なんとかうまいことやれないか。落ちろ。落ちろ。落ちろ。無理そうですね。じゃあ行くかな。これなんか、どんなダンジョンなんだろう。奈落の荒野。BGM がすげえホラーだけど、あ、いきなり階段あんじゃん。じゃあラピ、ベトベタフードいらねえわ。はめとこう。こいつ似てるからほっとこう。あら。まあいいや。誰だ、あ、お前のさ、お前の親父、なんか金に目がくらんでとんでもないことしてくれたけど、大丈夫か。お、なんかあるんだ。ワルビアルが、じゃあ、ワルビアルにバイトさせたってことだね、この花は。で、髪任せて、実際は、この花とね、あと、イレルダルが悪さをしていたと。なるほどな。え、当たらな、最近当たらなすぎじゃないグラッチ、どうした、いっちゃうもん。まあいいや。お、俺今ライボルとかばいいんだ。だってライボルいるとさ、10万打つと左心で吸収されるのでは。実は、あ、混乱した。頑張れゼニガメ、催眠やめろや。あ、目覚ますの早いな。無差別にわざわざ道具を使ってしまうぞ。え、やめて、催眠カスじゃねえか。何なんだこいつ。おい、やめろゼニガメ、頑張れ。で、強いぞ、なんかこいつ。なんか道具使うか。なんもないな。あれ、なんか、カゴの実とかはあるじゃん。これじゃあ、ゼニガメ食わせるか。はい。いいね。で、なんか拾ってたな。飛ばし返し。時々ワープさせるぞ。ほう。つけてみるか。ワープさせなくてもいいけど、別に。まあ、試しにね、どんなもんか。ライボはちょっと待って、あ、でもこいつこそあれじゃん。穴を掘るが使えるじゃねえか。ゼニガミなんとか逃げてくれ。俺が倒す。効かないんだよな。よし、いいね。ゼネギしびれる。はい。いいね。いいね、穴を掘る。強いぞ。しかもパワーアップした。威力が上がったか。いいですね。しょうがついてきてるわけじゃないな。いただけ。な。お腹が減った。はい。またベトベタフードか。おい、やめろや、マジで。他結ぼう。あれかな、奈落なんか良くないダンジョンだから、ベトベタフードみたいによくいらないアイテムゲットしたみたいな感じなんかな。ベトベタフード、前からたまに見たけど、ねえ、こんなにポンポンくるってことはなんか、悪いダンジョンだからってことなんだろうな。しかし多分、こんなんか精神世界な気がするけど、それでもお腹は減るんだな。できない。オレン食うか。はい、早く出させてよ。もうちょっと心にいるやつはちょっとめんどくさい技ばっか使っていくんな。はい、でニコ玉、あれ結べ。キャ、階段はどこざんしょう。これも使うかな、これ。おい、今回穴を掘る回だ。なんか電気タイプのポケモンもいるし、スパーク食らわないんですわ。いいね。猫玉倒そう。はい。あ、行き過ぎた。そしてさすがの10万ボルトのパワー。なんかこう地面タイプもちょっと多いな。はい。ちょっと硬いね、サンド。あ、行き過ぎた。
まあ、こいつにはね負けることはないんで、電車効かないし。しかもあれか、ここで穴を掘ってるからライボルとは先に進むことはできないのか。これちょっといいな、穴を掘る。相手の攻撃が食らわんし、まあ、こういうゲームだとあんまりそのターン性のデメリットないかな。ターン性違うな、なんて言ったらいいんだろう。ため技か、ため技のデメリットあんまない気がする。ちょっとお腹が空きやすいとかな気がするな、まあ、要は2ターン分使ってるんで、ね、お腹が空きやすいとかな気がするけど、でけえな、ハガネール。今までもでかかったけど、もう合わなくなったの、早、硬くなる。まあ、それはどうでもいいわ。これさ、技のヒット範囲がいまいち分かんなくなるよね。はい、またこの位置で当たるのかな、草結び。当たりそうだけど打ってみるか。当たるわ、めっちゃ入るし。敵が結構多いな。目黒子2匹か。でまずベネスカ処理してみる。お前は下のやつ俺が倒すから任せろ。オッケー。これ多分草結びを打つ必要はあないけど、まあパワープルのために打ってみるか。熟練度上げよう。あれ倒せなかった。まあいいや。お、階段すぐ近くにあるね。階段は今回結構順調だな。敵もまあ弱くはないけど、あんまりきついやつみたいのはいない。なんか前回のがきつかったし。また腹減りの石。それベトベトフードじゃねえ、それ。いらないんだけど。ほっとくか、その道具は。まあ、先進んじゃおうもん。はい。じゃあな、ドーミラー。前、無視だ、無視。あ、行き過ぎた。まあいいや。すべ。軽いからあんまパワーは出ないですね。高速スピン。横玉でしびれるぜ。しびれじゃねえ。しとめるぜ。お？こいつ通る技なんもないな。なんなら、アナウホルが一番、まあ、10万でいいか。え。メタルクロー。まあまあのダメージ。自然回復でなんとかしよう。お、道具いっぱい落ちてんね、ここ。階段もあるわ。まずラピスをゲットして、枝振り上手。この道具も回収しよう。地紙いいね。へえ、これベトベタフードじゃん。一応拾っとくか。来たわ、ハガネール。ボディーパージ、重さが軽くなった。めんどくさい、ちょっとこいつの相手すんの。あ、ガイドの枝なんかあんじゃん。方位の枝、混乱の枝。混乱させとくか。あー、もうこれだったら倒したかも。岩石封じ、どこに打ってんですか、ハガネールさん。オッケー。敵が今結構集まってたな。さっさと移動して正解だったかも。で、使おう、ガイドの枝。いつゲットしたんだろう、これ。威力アップ、はい、欲しい。くぼみの玉があったな、確か。ここもどうせ長いんだろうし、使っちゃおう。はい。で、威力アップ Y をつけると。お腹がちょっとピンチだな。また鋼いるか。打ち落として、そこそこのダメージ。ほらよ。たくさん結びもそこそこどころじゃないダメージ。は？おーい！どこにいんで3度とか、そこか。こいつだけは許せねえ。ボコボコにしてやれ。やめろ、マジで。逃げよう。うん。こいつはちょっと、分が悪いわ。あ、ほら、しかもちょうどなんか、中間地点だから、休憩地点だからに来たし。お？なんだ？これ、調査団ガジェット使えんの？誰だろう？出てんねか。このまま進んでみて、なんで近くてわかるんだろう。まあいいや、続けていくか。まだいけそうだね。はい。ん？ああ、だってボタンを1個押してなかったです。ボケっとした。はい。あ、ここはあの遺跡じゃん、こいつらが言ってた。生きても無事だったのね、よかった。石にされたんだね。やっぱこれは石の世界ということで共通してるんだな。遺跡にいるポケモンたちにいきなり襲われて。え、やっぱあいつら悪いやつじゃん。チカチカって。オーベムだっけ。はぁ。オーベムたちも持ってたんだ。ポケモン石にする能力を。ほう。これ虚無の世界といって。
へえ。そのことが部屋にセンス。あ、これあれ、足形文字ってやつですかね。古代の足形文字でね。ほう。ここは虚無の世界。あ、そうか、こいつ読めるんだっけ、足形文字。ほんと、確かにそんなことが書かれている。読めるの、古代文字が。口とドン引きしてるじゃん。うん、なんで読めるのか僕にもわからないけど、なぜか読めるんだ。へえ、これ銭神がいたらもうイージーモードじゃん。つか、クチート。でもあれだ、クチート戦闘が強いからな。この考古学者としての地位は奪われてもね、まあ、やっぱこいつ戦闘面が強いんで、銭神とは差別化されそうですね、調査団の中で。へえ、でも幻なんだ。それにしてもみんな強かったけどな。ああ、なるほど。みんな同じところに送られるんだ。なんか精神世界とはまた別だな。地獄みたいな場所じゃない。死んでるわけじゃないんだろうけど、まあ地獄みたいな感じですね。銭神めっちゃ落ち込んでんじゃん。ここすごくおっかないとこだし、ずっと心細くてもうくじけそうだったけど。なるほど。まあ、まったれんなよ。同じく支援されたポケモンたちのためだよ。優しいな。抜き出す方法があるからだと私は思っている。何これ、自力で石化解けるってこと。へえ。じゃあ今まで再支援されっぱなしだったラティオスとかさ、エンテイとか、石化を解けないということはちょっと頭が弱いってことなんですかね。かわいそうに。でもラティオスなんか C130 あんのにな。ラティオスも D130 あるし、ちょっと納得できないけど、まあ、話の都合上みたいな感じなんだろうな。じゃあちょっと道具の整理をする必要はあるな。ベトベタフードいらんねえわ。まあこれもこれぐらいか、預けんの。他って別にそんなに持ってくもんは。あ、プチ復活だけ引き出すか。これまあすぐ終わるしカットしなくていいや。プチ復活だけ持っていこう。1個でいいね、多分。もっとあってもいいか。まあいいや、行っちゃおう。どうせ中で拾えるだろうし。あ、メンバー。これ、行くか。クチートさん。ちょっと出陣願いますか、クチート。レベル50。で、デカさも結構。しかも、クチート技構成ガチじゃねえか、これ。アイヘフユチじゃれ作って。だから特性は怪力バサミ。よし、これで行こう。はい。決定。って言ってもデデンヌもあれ？これデデンヌもどうせついてくんでしょ。もう一個持ってくか。プチ復活。細かいけど、よし行こう。デデンでも多分ついてくるけど、なんかゲスト、あれ今 B 押しちゃった。僕もしかして、もうグダグダじゃん。こここそカットしろよって話ですよね。はい、出発。押すボタンを間違えたらしい。深淵洞窟。まあ深淵はなんかあの深淵、深淵を覗くものと話しようと思ったけど、なんかまたボス戦みたいな BGM が流れ出した。ムンナ、これちょ待って、強いぞ。プチ復活なくていいやとか言ったけど、めっちゃいるかもこれ。あ、位置が微妙だ。上にずれよう。で、あ、倒したか。え、まだなんかリグレー。ちょっと待って、これはちょっと正面にいるっぽいから縛ろう。なんだこのボス戦みたいな BGM で。ほっといてもいいけど、全員でボコボコにするか全員で。よし行くぜ。あ、待って、連携セットしよう。10万水鉄砲。口たちあれつくだね。アイヘでもいいかな。いや、じゃあ、あれにしようか。まあ、使わないんだけど、このタイミングでは。全然使ってねえし、連携技。ボス戦とか強い口と。何バッフロンか。威圧感ちょっと欲しいな。デデカス大丈夫か。結構強いぞ。いいね。あれ道具がもう、あ、金か。金は別にそんないらんかったな。え、穴を振る。まあいいや、これすぐ買いまたぐし。今すげえ異次元で動きしてたな。ただ今日ここゴールまでやるのはちょっと時間かかりすぎるかもしんないから、途中で切るかもしんないしね。ロリーパー、待って、なんかここ遠距離撃ってくるやつ多いな。混乱させるか。で、リグで倒してもらおう。すごい、あ、いやいい。で、ここからピカチュウどっちも当たるんだけど、
プチートに攻撃してほしいから1個ずれよ。不意打ち強バケモンじゃねえか。でここで両方攻撃、不意打ちその位置で当たるんだね両方に。また強いんだって。だからやべ、ちょっとこれプチューカス足んねえかも、やらかしたかもしんねえ。やめろって、混乱中でも枝は触れたような気がする。よし、ポリゴン2か。これ見てなかったけど、ベンダーマンモリー、ポリゴン2か。いけるかみんな。でこれ一応はめとこう、レンダーマンモリー。よし行くぞみんな、10万ボルト、いいね。イルカアップ X 来た。ちょここ強いからな、慎重に進んでいこう。あとガイドの枝使おう、なんか使おう使おう、全然使ってなかった。あ、すぐそこじゃん。え、でもここか、あ、でも待って、これあれがあるわ、トンネルがあるから、ここからトンネル使っちゃおう。はい、いいね。次に道具も回収していこう。ナマケの枝は悪くはないっすね。